はい、こんばんは、島津です。皆さん本日はですね、新しいホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルはアムネシア・ザ・バンカーといったね、ホラーゲームです。こちらのゲーム、パソコンゲーやってる人は名前聞いたことあると思うんですけど、そう、あのアムネシアシリーズの最新作になります。アムネシアシリーズをね、知らない方のためにちょっとまあ軽く説明させてもらうと、まあ自分はね、アムネシアシリーズはね、これが初めてのプレイになるんですけど、脱出ゲーですね。はい、まあそういった形のゲームになるんですけど、今作に関しては他のゲームは脱出ゲーだったはずなんですけど、戦闘要素があります。舞台は第一次世界大戦の真っ只中で、その戦争に身を置く主人公がある場所に閉じ込められて、そこからね、まあ脱出するって話なんですけど、敵がね、人なのか怪物なのかっていうのは分かってないんだけど、まあ何かしらに襲われたりするんで、それに抵抗するために戦いながら脱出を目指していくといった、感じの話だったはずです。はい、この戦争を生き延びるために必要なのは、まず一通りの基本技能だ。それから障害を乗り越える方法を見抜く知恵だ。基本技能は私が職に教えよ。知恵の、方は自分次第だ。消えちゃった。主人公の名前はアンリっていうみたい。で、ランベールって人が向こうで合流しようって言った。はい、じゃあまあチュートリアルが今行われるみたいなんで、ちょっと一通りやっていこうか。R で銃を取り出す。あ、銃来たね。はい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 、これで撃つと。で、今弾がないわ。これがおそらくまあ今作の基本武器になるんですかね。近接あるんですかね、どうだろう。まあちょっと、進めていこう。はい、リーンがあると。OK。フランス兵、撃て撃て。フランスとどこかが戦ってるみたいね。シフトで走る。OK。あ、首がないね。これはまあ、そうだよね。砲撃でやられたんでしょうね。はい、マウスを動かして開ける。あ、弾あった。弾は？あ、これね。はい。R を押し続けて弾の数を確認する。R を押し続ける。あ、押し続けんとダメか。これで、リボルバーの弾倉をチェックするんだ。で、R を押しながら、弾装填。はいはいはい。あ、いいね。リアルだね。弾込め。待って、弾薬1個しかないの？箱に入ってるよね。ちょっと待って。なんで2発箱に入ってるんだから、もうちょっとちょうだいよ。あー、今細かかったね。なんかちょっとずらしたよね、今。弾がちゃんと連射で撃てるように、シリンダーの位置を変えましたね。あー、細かいわ。オッケーオッケー。ん？掴む？これ近接武器？違うか。物を掴むだけっぽい。開けて。戦闘は、まだけ。開かない。ちょっと待って。物を掴んで投げます。遠くまで投げれます。そんな感じか。OK。オブジェクトを使って、まあ、障害物を除去しないといけない部分とかもあるっぽいね。ちょっと待って、ジャンプして。敵は？あ、ドイツとバトってるみたいね。ドイツと戦ってるんだ、フランスが。これ、アンリはおそらくフランス兵だと思う。で、しゃがんで、こうやって、抜けろと。オッケーオッケー。弾はないかね。あったあった。
ラッキー。ちょっとね、少ないんだってね。はい、ちょっと止めて。あ、待って、え、待って、ダメージ率高くない？これ自然回復するのっけ？危ない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 。ちょっと待って、あれどこ行った？え、一人倒した。あ、援護来た、援護来た。ああ、ありがとうランベール。上から援護する、そのまま進め。よかった、ランベールがね助けてくれましたね。で、銃撃の一撃結構重いっぽいね。もう今重傷一歩手前って感じじゃないですかね。いける？よし、負傷しました。タブを押し続けて怪我の度合いを確認できます。手につく血の量で自分が瀕死かどうかっていうのを確認するんだ。まあ一応ね、周りにも出ますけど、ダメージ受けたよっていうのは。おそらくこっちよりか、その手についた血の度合いっていうので確認した方が正確なんでしょうね。で、あった。これない。これは？クラフトに使えるアイテムを拾いました。他の布を拾ったらタブでインベントリを開き、2つの布を組み合わせて包帯を作ることができます。クラフト要素もあるみたいね。あ、来た、インベントリあったわ。で、はいはいはい、あ、包帯ができると。クラフト要素もあるってことは、今作はサバイバルホラー要素がかなり強くなってるかもしれないね。クラフトもあるってことは、これは？はい。構えて使う。OK。これで回復した。これは？手榴弾来た？グレネード。あ、わかったわかった。うん、これだと無理だよね。グレネードで壊せと。で、あ、こう。はい。で、引いて、ポイと。OKOKOK。さあ。うん。場合によっては、こういった爆発物を使って、障害物を取り除かないといけないみたい。OK。あー、なるほど。空になった薬莢は、うん、断層を開いた時点で捨てるみたいね。はいはい、これ。よいしょ。ジャンプ。グレネードを投擲。あー、飛んできた飛んできた。ガス、待って待って、あー、そういうことか。いで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 、待て、いけない。これ強制だね。無理。すまんランベール。頼りになるわ、援護してくれたり。そう、第一次世界大戦の時って Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. 毒ガスをね、使ってたんですよね。だから各兵士はガスマスクを絶対常備してたはず。で、これはなんだ、夢か。
夢？穴があんね。でかいね。こっから迷っていくって感じ？今作は。入っていって閉じ込められるって感じですかね。どうやらさっきの戦闘で2人ともはぐれちゃって、アンリはランベールを探してたんだ。で、深い穴があったからね、覗いてみたらランベールがいたから救出したって感じか。自分はてっきりね、ここの穴に横穴があって、そっからこの世界に入っていくのかなって思ったんだけど、違いましたね。うん、じゃあもう運びましょう。焦げてる。ちょっと待って、見つかった。こっちこっちこっち。身を低く。攻撃受けた。あ、死んだね、これ。ランベールなくなった。ここからは、ここから先は自分で学び、状況に適応し、試行錯誤し、生き延びてください。さっきの戦闘の時に味方が来てくれて野戦病院まで運んでくれたんですかね。にしてもちょっと様子がおかしいよね。誰もいないよ。何かあったね。これは手に入れた手記は全てインベントリの手記タブに保管されます。手記を入手してアイコンが表示されている間にタブを押すと入手した手記を読むことができます。はい。ジョシンスキー医師、記憶喪失の原因。1916年7月10日、7月7日の出来事の後、兵士クレマンの療養が認められた。彼の私物は診療所倉庫の戸棚で管理する。患者は軽度の昏睡状態にある。刺激に対する反応はあるが、それが現れるのはごく短い時間に限られる。最後に目覚めた時、彼は最近の出来事に関する記憶がないと言って、自分の名前でさえわからない様子だった。おそらく初期に受けた頭部外傷がそれだけ過酷だったということだ。経過観察を続ける。一週間経って状態が改善しなければ、神経学的な検査を受けるために、フランスのサンティエンヌへ移送することを進める。ジョシンスキー医師。どうやらクレーマンっていう人が、記憶喪失と、まあ、頭部にひどい、傷を負ってるみたいです。あ、いける ?OK。なんもねえか。ん？開いた開いた。物は取れないっぽいね。
T? はい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 。はい、こんな感じで物を見る場面とかも出てくるんだ。何回いるか。今作は何なんですかね、人間なのか怪物なのか。すごく気になる。これは F で懐中電灯を取り出す、しまう。ああ、来た。 F を押し続けると懐中電灯を巻き上げます。ただし巻き上げ時に発生する騒音に注意。音で敵にバレる感じだ、感じがしますね。実はね、今作って結構暗所の場所が多いんですけど、手持ちの光源っていうのがこの懐中電灯しかないんですけど、これ手動式なんですよね。はいはいはい。引くことによって発電されて、こういった形で、まあ光源を、作ってくれるんですけど、結構光源自体はでかいね。明るいわ、奥まで見える。ただ持続時間がね、どれだけあるかだよね。巻きタイプだから。まあ、思いのほか長持ちしてるって感じがしますけど。まあ、そうだね。これを使って探索をしていかないといけないから、かなりこれが、このライト一つっていうのが、恐怖を煽る演出をしてくれるんですよね。I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Ah, クレマンって。アンリのことだったみたいね。アンリ・クレマンって書いてあるわ。つまり今アンリが記憶障害と、まあ、頭部に裂傷を負ってるみたい。日記の内容は7月9日なんで、確かジョシンスキーさんの話では7月7日の出来事の後って書いてあるもんね。だから爆撃、砲撃を受けた2日後に書いた日記っぽいから、精神は囚われ魂は傷つけられっていうのは、ランドールが死んだところを見たから、それによるショックを表してるんだと思います。ね、目の前で亡くなったかんね。友人が。まあ、それによる精神的な記憶障害っていう可能性もあるよね。傷じゃなくて。はい、まあ、そうだね。アンリは、こういった今精神状態みたい。じゃあ、探索していこう。開く、開いた。写真がある。手に入れた写真はすべてインベントリで見れます。これは?なんだ?なんだこれ?怪物ではないね。爆撃をもろに受けた人の死体ですかね。それとも怪物に食べられた感じ?ちょっとこれだけじゃ判断がつかないね。あ、あった。レイナールの解剖。遺体。レイナール軍曹。複数の裂傷。胸部かな?胸部は、まあ、ズタズタに切り裂かれ、すべての除骨にひびが入っている。頭蓋の損傷は、解放骨折であり、繰り返し、鈍器のようなもので傷つけられた形跡が見られる。一体誰が彼にこんなことを。爆撃による損傷っていうのが書かれてないから、怪物いんね。怪物だ今回の敵。急に恐怖が増してきたがよ。この情報を聞いて、あ、やばい、やめろ。爆撃かこれ。悪、開いた。え、なにこれ?燃やされてんだけど。え?なんだ?何があった?これ。で、これは?ガソリンだ。ガソリン燃料。強い可燃性を持ち、発電機を動かす燃料として使われる。空の容器に
注いだり地面に撒くこともできる。ああ、ガソリンを撒く。燃やすってことですかね。地面に撒いて。え、これ何が起きたんだ？なんでこうなってんだ？もしかして怪物寄生するタイプ？だから燃やしたってこと？寄生されたから。え、謎。あ、食堂だ。うん、食堂がありました。開かない。鍵がしてあんね。無理だ、こっちも。怪物だね。見て。爪痕がある。あ、もう確定だ、確定だ。見て、見て。穴掘ってあるじゃん。穴掘ってあるやん。こっから、地底から来たんだ。つまり。あ、だよ、だよ、だよ。怪物が掘った穴でしょ、これ。ちょっと待って、めっちゃ怖い。弾ないのか、弾。弾っつうか、銃。開く？開いた、開いた。生き残りがいる。いた。You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a broader soldier, not that monster. もらうよ。There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. 弾ないのか。どうやら将校たちは部下たちを見捨てて自分たちだけ逃げて怪物が出てこないように爆破してここを封鎖したみたい。これは肉。期限切れの肉。食用には使えない。ネズミやバンカー内の害獣をおびき寄せるのに使えるだろう。遠くへ投げることもできる。はいはい。うんうんうん。わかったわかった。ちょっと待って。ここにはないのか。こっち？あ、ちゃんと出るんだ。食料貯蔵庫。パントリーっていうよね。うん。食料貯蔵庫の場所。あ、これね。はいはいはい。はい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 。OK。あ？ちょっと待って。OK。あた、弾。頼む！頼む！ 6 発ぐらい！ 12 発ぐらいくれ！なんで2発なのよ！なんでこんだけしか弾ないのよ！貴重すぎやろ！オッケー。お、ああ、そんな感じか。連れて行かれた。連れて行かれた。え、ちょっと待って。近くで見たいよね。多分構えると発動するんだ。さあ、どんな感じですかね。結構でかいぞ。結構でかいぞ、みんな。結構で、結構待って。結構でかい。まずいまずいまずい。そんなやつを、うるせえな。そんなやつを、このハンドガンでどこできるか？まだ出てこんよね、さすがに。うん。で、嘘！まずいまずいまずい。こっからか。こっから本番か。やばい。電気が落ちた。で、これは、これだよね。うん。待て待て待て。待てって。ふざけんな。ちょ待て待て。
大丈夫？鍵とかはないか。うん、はい、やった。なるほど、こうやってセーフルームを作ることができんだ。え、つまり普通に扉入ってくるってことですよ。ロック機能があるってことは。え、やば。うん、でここセーフルーム、はいはい、自分の位置がわかるんだ。これはバンカーの地図です。ゲーム進行により更新され、詳細が明らかになっていきます。ああ、わかりやすくていいね。いや、マジありがてえ。ここまで日本語化されてんの。事務課にいるっぽいね、今自分。で、下に発電機室がある。で、装備保管庫。うん。ここが武器庫だ。ここにダイナマイトがある、あるんだったっけ。おー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 おおおお。そうだよね、インベントリの枠ちっちゃいもん。このランタンがセーブか。うんうんうん、はい、これでセーブができたと。ハードコアなサバイバルホラーなんじゃねえかねえ、バイオ並みの。いや、緊張してきたなこれ。アムネシア自体が今まで脱出ゲーだったから、今回戦う要素があるっていうのは知ってたけど、ここまで本格的なもんじゃないと思ってたから、ちょっと認識が変わった。うん、敵もやばそうだし。これは？ネズミと焼却の死体。医療班と埋葬班への通知。ネズミによる問題は全く改善していない。あらゆる死体にネズミが群がり、負傷者でさえネズミに追われる始末だ。だが、この害獣は焼かれた肉に対して興味を示さないようだ。というわけで、新しい規則を設ける必要がある。死亡した兵は全て焼却しなければならない。私は神父、奴隷にこのことを話した。彼は死者を適切な形で送ってくれるだろう。遺灰は遺族へ渡すために保存する。理想的な解決策は用意できず、心が痛む。だが、ネズミの蔓延を止める方法は、死者の焼却しかないようだ。それなら、我々としては、実行するしかない。だから燃やしてあったんだ。ネズミが、うん、来るのを防ぐために。で、ここは？あ、外れもあんだ。あー、なるほどね。これは V バティスト。マウスで回転。はい。ドックタグの裏側に関する、初期帳の通知。重要。死亡した兵士を調べる際は、ID タグの裏側を必ず見ておくこと。何らかの文章、記号、あるいはロッカーの暗証番号などが書かれていることがある。タグの記録と保存を行う前に、それら裏側の内容をきれいに消し去っておくように。はいはい、情報漏洩がね、あったりする可能性があるから消してくれっつってる。うん。下行く？ここが、燃料庫。燃料庫じゃない、発電機がある場所。発電機に燃料を補充してレバーを引くと電力を復旧できます。そのためのガソリンだったんだ、さっきの。つまり、ここで燃料を消費して、電力を復旧させないと、ずっと暗闇が続くってことだ。これは？燃料と火。危険、発電機の燃料は引火性あり。燃料のそばでは絶対に火をつけるな。絶対に重火器を使用するな。最悪なことに、タバコを吸うのも厳禁だ。金属製の丈夫な容器に保管すること。ガラス製のものは脆すぎる。こぼしたらすぐきれいに拭き取り、使用した布切れはバンカーの外に廃棄すること。装備。はい。押し続けた。あ、なるほど。床に巻くことできますね。うん。で、ここだよね。ここで使うってやると、補給された。
うん。で、このレバーをオンオフすることで、まあ、そうだね。電気をつけるかつけないかができるから、使わないときはオフにできるから調整はできますね。これは普通の死体。うん。Q フリルックス。あ、さっきの人だ。うん、さっきの人ですね。手記に書いてあった。で、裏は2843。コードが書かれたものを見つけると、発見したコードがインベントリのコードタブに書き込まれます。なんかっぽいね。うん、なんかの暗号みたい。これは懐中時計。ストップウォッチの機能を備えた懐中時計。発電機の燃料が切れるまでの時間を確認できる。ああ、そういうことか。待って、装備は。ホットキーが割り当てできるから、4番。オンにすると、ここのメモリが指定されて、動き出すんだ。いやー、まだ使いたくないね。うん。待って、なんて書いてる？常時稼働させておくように。やつは光を嫌う。あの化け物光が嫌いみたい。ただこの手持ちの懐中電灯だと光源が弱いんだ。だから強い光源を放つ発電機の電力が必要なんだけど、ってことか。ああ、ここだ。コードは2843。2843、開いた。これで奥に行ける。場所は、今ここ開けたんだよね。ここ。で、そのまままっすぐ行くと装備保管室に行くわ。ちょこっと覗いてこようか。それで、今日は、しまいにしよう。なんか、装備保管庫ってことなんで、重要なアイテムありそう。さすがにすぐは出てこんやろ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。